夢ラジオ第6496回、今日は令和6年6月29日土曜日です。時刻は午後8時半、土曜の夜ですね。広島三次からお届けしましょう。中国山地にある町、広島の三次市。今はもう土曜の夜で、小さな町なんだけど、なんか町明かりが綺麗ですね。あたりは中国山地に囲まれていますよ。さて、普段の横浜港北とは違う広島からの放送、今回は信玄と家康物語ラジオドラマです。私のアレンジで聞いてください。信玄殿、信玄殿。お、家康ではないか。お前もやっとこちらに来たのか。はい、信玄殿。生前で我ら二人は互いにまみえることはなかったはずだな。ありませんでした。愛まみえたのは三方ヶ原あの戦いですが、信玄殿の顔をもちろん、それがし家康が拝見できるはずもなく、それどころかそれがしはあの戦いで方法の手で浜松城に逃げ帰った、そんな戦いでございました。あれは今思い返しても胸のすくような戦いではあった。わし信玄の、武田信玄の武将としての集大成こそあの三方ヶ原だった。こんなふうに言ってもいいだろう。信玄殿、我ら徳川勢は完全に蹴落され、そしてもうなすすべなく三方ヶ原から転げ落ちるように大敗、我らは1000以上の兵を失ってしまいました。だがその後、わしが元気の頃、元気4年だったかに世を去り、武田家は勝頼のものとなった。そうです、信玄殿。そしてその勝頼殿の時代になって、我ら徳川は織田殿と一緒に武田家を滅ぼす、そのような試技に至りました。あれが天正10年です。その天正10年の武田家の滅亡、家康よ、それでお前は大きく武田の領土を奪ったのだな。その通りです。甲斐と信濃の一部、これを我が徳川のものにし、我らは遠江、そして三河、これらを持つ大大名になりました。もちろん織田殿、畿内を抑える織田殿に勝てるわけはありませんが、それでも東海の大大名であった。それは武田の医療を奪ったから。家康、土地ばかりではなかったんだよな。信玄殿、その通りです。武田の維新たちも我が徳川に大きく召し抱えました。むしろ礼を言うぞ家康、路頭に迷うはずだった我が維新たちをそなたの手で引き取って、そしてそれなりに場を与えてくれたことを、そのことを信玄殿から感謝されるとは思ってもおりませんでした。なあ家康、我らは生前結局互いに話すこともなく、だが睨み合いは幾度となくやったな。はい、
それは永禄の頃に始まったんだったか。その通りです、信玄殿。永禄の終わり頃ですね。武田家で内紛が起きた。そうなのだ、家康。我が嫡男武田義信を、私信玄は討った。我が嫡男を我が命として討った。義信は東光寺で自害したということになっているが、あれはわしが命じて義信を討ったのだ。信玄殿、やはりそうでしたか。しかし義信殿の名声は我が徳川にも当時鳴り響いて、その義信殿、なぜ信玄殿が亡き者にされたのか、それが当時から我らにとっても謎でした。家康よ、今その問いをわしにするか。このわしが義信を討った理由、それはお主が一番よく知っているのではないのか。家康よ、何を自分は無実なものとして客観的な風を装い、今嫡子を討ったわしを断罪しようとする。家康、そちもだ。そちも嫡子松平信康を亡き者にしたのではなかったのか。はい、信玄殿、その通りです。信玄殿を問い詰める資格などこの家康にはなかったかもしれません。私とて嫡男信康を岡崎城にて廃し、そして討ちました。家康、なぜお主は嫡男を討ったのだ。ゆくゆくは松平を、そして徳川を背負って立つべき信康をなぜお主は討ったのだ。信玄殿、もし私があの時討っていなければ、信康は大きな徳川の中での分派となり、ゆくゆくは浜松と岡崎の間で争いが起きていたでしょう。それを未然に防ぐ意味がありました。世に言われるような、信長殿に言われて、そんなバカな話ではございませぬ。そんな愚かな話ではない。それがしが信康を討ったのは、あの時討たねば徳川は潰れていたかもしれませぬ。家康よ、よう言うた。それが私信玄と義信との関係にもそっくり当てはまったのだ。あの永禄の終わり、もしあの時東光寺で義信を亡き者にせねば、義信はきっとこのわしを、信玄を追い落とす形で武田家を継いでいったに違いない。そしてそうなれば、このわし信玄についてきた家臣が黙っておらぬ。武田家で内紛が起きたであろう。そうだ家康、わし信玄が春信の頃、我が父信虎を駿河に追い出して家督を相続したのだ。その思いあれば、義信がわしに同じことをしたとしてもわしは責められぬ。そしてもし義信がそれをして、それが武田家のためになるというのならば、あの時わしは甘んじてそれを受けただろう。ただし圧倒的に、武田家臣は圧倒的に私
信玄についてきていたのであって、慶喜についてきていたのではない。それは明らかだった。慶喜分派が、もしあのまま放っておいたからといって、何ほどができたかはわからぬ。が、あの時、信玄が討たねば、武田は崩壊していた。慶喜では、信玄を追い出しても、武田家を率いていくことはできなかっただろう。信玄殿、それ以上おっしゃいますな。信玄殿が、おっしゃりたいことは、それがし家康にも痛いほどわかるつもりでおります。そうであろうの。家康なら、わかってくれるであろうの。この、嫡男を討つ、この切ない、胸の痛み。これを分かち合えるのは実は、この信玄にとって、そなた、家康だけなのだ。ずっと、家康よ、そなたが、このように、わしに会いに来ることを、信玄は待っていたのだぞ。なんと、信玄殿、それがしを待っていてくださったとは。そうなのだ。A6 から元気になり、あの頃は信長が急進し、その勢力を急に伸ばし、そしてそなた家康はその織田の陰に隠れるようにして息を潜めていた。確かに武田家の滅亡の後、その医療を分取った徳川が、とはいえ、織田がその気になれば、徳川はすぐにでも潰せたであろう。だが、私、信玄にとって、あの元気の時に、すでに天下人は信長ではない、家康だと思っていたのだ。信玄殿、身に余るお言葉。いや、その後何も、お主、家康が実際に天下人となったから、後付けでそう言っているわけではないのだ。家康殿、そなたがまだ若い時、そして、この武田家に、大敗を期して浜松城に、逃げ帰った時、あの時ですでに、わしは天下人はお主だと。え、信玄殿、あの負け戦の時のそれがしに、なぜ天下人の姿を。あの時、徳川は、この武田が、そのまま浜松城を通り過ぎ、そして三河に行くことを、傍観して戦いを避けるということもできたはずではなかったか。なのになぜ徳川は武田を追って三方ヶ原まで登ってきたか。なぜおそらくは負けるであろう戦いをこの騎馬隊に、武田の騎馬隊に挑んできたのか。そしてなぜ分かっていた通り負けたのか。それは家康よ、その時、そなたに天下人の素質があったから、負けを承知で我が武田に歯向かってきたのではなかったか。そなたに天下人の素質なくば、浜松城に引っ込んで兵を温存していたであろう。徳川8000の兵は無傷で済んだはずだ。ところが、織田の援軍を受けながらも、三方ヶ原で大敗し、信長に対してメンツを失い、それでもそなたはこのわし信玄に対して堂々と戦ってみせたのだ。かたじけない信玄殿、あの負け戦をそのように、いや
家康よ。徳川殿、負け戦ではなかったのだ。あの時、確かに戦では武田が勝ったかもしれぬ。ところが、あの三方ヶ原で徳川の意地を見た。それによって武田の武将たちは徳川の底力を思い知り、そしてこのまま西へ進んでも後ろには徳川がいる。またいつ仕掛けてくるかわからない。その怯えが武田の軍に広がったことを、わし信玄は今、そなたに、家康殿に認めねばならない。そなたには負け戦だったかもしれぬ。ところが負け戦でそなたは勝っていたのだ。家康よ、いや、徳川殿、私武田信玄はここ三方ヶ原で勝ってもおそらくは天下は取れんだろう。京都へ行く前にこの体は持たぬ。わしの後を継ぐのは信長か、いや織田信長ではない。あの男には負けても勝つというその戦略は取れない。そうなのだ、徳川殿、そなたのあの敗走の背中に向かって私信玄はこう呼びかけていたのだ。徳川家康殿、天下人はそなただ。夢ラジオ、今回は信玄と家康の物語、私のアレンジでお届けしました。